新世界秩序、マイキー様のビジョン、日本から和の国、米国依存から衛星中立国、3つの将来ビジョン。徳島県です。徳島卍会です。昨日までね、香川県でおったんですけど、でですね、つかめんの天下で時代を作れマイキーって言われてるんでね、僕をご指名に扱ってですね、まあ、新世界秩序というものをですね、僕なりに考えてみました。まあ、このね、構想図面と、まあ、計画表があるのでですね、それをお見せしますね。まあ、タイトルはね、ニューワールドオーダー、新世界地図ですね。要は、お月さんがありますよね。これに対して太陽がある。で、地球、我々の地球、大地があると場合ですね。で、今回はお遍路さんして思ったんですけどね、車が本当に邪魔。で、ノーコントロール、ノーカーコントロールバイヒューマンね。要は、人がコントロールされた車はもうなくしようと思うんですよ。で、まあ、全部自動で動くような。要は、オートモービルのような車。要は、これをオーダーとしてね、秩序としてやりたいなと。ということで OAMS という、ね、システムを、ね、2023年から2028年で構築したいと。次はですね、僕が前から言ってる海列車開発したいんで、海列車を開発したいからパシフィックマイキーを作りたい。これも2023年から2018年の5カ年計画でですね、あとはムーンショット計画は銀河鉄道計画なんですよ。銀河鉄道の方にもね、まあ、反重力とかですね、まあ、磁気とかのこういうのをうまく使ってですね、まあ、なんとか月に鉄道を飛ばしたいと。で、電磁道ですね。うん、それをやりたいなと思ってます。これをですね、ムーンショットプロジェクトと考えてます。これが3大プロジェクトですね。でですね、まああとメタバースとか、まあ普通に、まあ常にあるからですね、まあここはいりませんでした。で、次にですね、まあ古代兵器についてですね、まあ日本をどうするかって話に対しては、日本はまず和の国に直したおうと思います。今日本っていうのはね、まあ歴史の教科書も超えて GHQ が入ってですね、おかしげな国になっているからですね、 和の国というね、本当の国にしたいなと思ってます。で、ほんでですね、目指したい国は衛星中立国ですね、を目標すると。そのためには古代兵器を呼び起こさなあかんと。まず第一番目はポセイドンですね。これは軍艦ヤマトのまた構築。で、あとは空に対しては EMPA ですね。電磁パルス攻撃 ICBM によるね、これはやれなければならないと思ってます。で、次はね、配当令の廃止で武士の、復活ですね。これは衛星中立国で他国から侵入されるので、その時に自分の身は自分で守れということで、ハイドレの配置ですね。あとは宇宙ですね。宇宙軍としてですね、考えてるのは、まあ、UFO が普通に作りたいと思ってます。でですね、あとは、首都に対してこれメタのおかげで、ネオ東京っていうのを作るんですね。首都は東京、生徒は京都と思ってます。以上、天保元年11月12日、佐野皇帝からのビジョンでした。今はですね、場所で書いたのは、この香川県の徳島の宇野田尾っていうところなんですよ。ここでね、トンネルの中で書きました。以上、東京卍會初代総長の佐野万次郎でした。